みんなこんにちは、ツッコミ合同です。どうも、もう板橋区に来てもう住んでますよ。日本に住んでますよ。まだね、家に家具とかまだ足りてないけど、これからちょっとずつ家具とか買って日本で活動していきたいと思うんで、そして今週の週末に合同に会えるかもしれない。その報告は最後にするんだけど、その前にちょっと日本に来てもういろんな人に会っちゃったよ、もうこの数日間で。なんかまあ日本は海外より会社とか働いてる人たちはしっかりして対応がすごくいいんだけど、日本に来てからすごい日本人の中で人格の差感じてるんです。なんかまあどんな国でもなんかいいやつ悪いやついるからね。でもこの前どこだったニトリに行って家具買おうと思った。テレビの前のなんか小さなテーブルとテレビ台買おうと思ってニトリに行って、でそれ自分で組み立てるやつ、なんか箱の中に入ってたんだけどめっちゃ重いわけ。なんか家も遠いし、この荷物を持って歩いて帰れないなと思ってタクシー呼ぼうと思って、で荷物、重い荷物を持ってなんかタクシーに「えいよお前」みたいな感じでタクシー呼んで、荷物トランクに入れて後ろの席に座って、自分の携帯で自分の住所見ながら言い始めた。なんか何丁目とかさ言い始めて、で急にタクシーの人が「いやいや、そのまま住所とか言われて分からないですよ、俺はもうそんな数字適当に言われて言われないですよ」みたいな言われて、ああと思って、なんか道案内してくれますかみたいな聞かれて、タクシーの運転手にね、俺は「いや、そこまで自信ないんですけど」って言って、タクシーが「じゃあ車止めて、わざわざなんかナビに住所入れますか」みたいなすごく強く言われて、まあそれはそうでしょう、そうするんでしょう、だから最初から俺住所言おうとしてるんだけどと思ったんだけど、まあじゃ じゃあお願いしますって言って、タクシーなんかもういきなり走り出してたんだけど、もう一回止めてもらって住所言って、ナビに、タクシーのナビに住所入れてもらって、それでタクシーまた走り出して、多分なんか道ちょっと違うなと思いながらちょっと黙ってたんだけど、急になんか行き過ぎたとこに来ちゃって、タクシーの運転手が行き過ぎた時になんか振り返って、ナビがおかしくなってるからもうここで降ろすよみたいなこと言われて、もうはぁと思った。結構家じゃないし、家まだ結構なんか10分ぐらい歩かなくちゃいけないし、もうこんな重い荷物あるからタクシー使おうとしてんだからみたいな感じだったんだけど、もうナビがおかしくなってるから、なんか私タクシーの運転手もうどうしようもないって感じ。タクシーの運転手はもうそこはどうにかしろっていうところなんだけどね、そのためにタクシー運転手にお金払ってるわけなんだけど、まあいい、それはいいけど、でなんかいくらだった、なんか800円ぐらいの金額になってて、で1000円出して、でお釣りは150円返ってきて、でなんかその運転手すごい焦ってるような感じで、まあお釣りはまあいいやと思って、こいつもこのタクシーの運転手もうこれ以上関わりたくないという気持ちがあって、お釣り間違ってるし、なんか家まで送ってもらってないし、でももういいやと思ってタクシーから降りて、もう重い荷物抱えて、それから頑張って徒歩で家まで帰りました。このハプニングは海外だったら全然なんか心の準備できてるじゃん、海外も雑でなんかアバウトな感じだからそういうのはありえるんだけど、日本だったからさ、俺なんかちょっとショック受けて、なんかおーおーおーってなんか何もしんかった。なんか普通海外だったらもう俺多分そこで怒って、ちゃんと家まで送れよ、家まで送ってくれないとお金払わんよみたいなちゃんと言うんだけど、なんか日本だったらちょっとびっくりしちゃった。でまあまあ日本でもこういう人たちもいるんですよね。こういう人たちでもタクシー、しかも個人タクシーじゃないよね、言うとかが個人タクシーだったらまあそれまではないけど、まあ、似たような話たくさんあるんだけど、個人タクシーじゃなくてちゃんとしたタクシーの会社で勤めてもらってる方なんで、ありえないと思った。その後にJCOMのインターネットのお兄ちゃんに家まで来てもらって、
それでなんかインターネットの説明とかたくさんしてもらったんだけど、なんかすごく差を感じた。さっきのもうジェイコムのお兄ちゃんめっちゃ優しくて説明うまくてノリのいい人で、もう先のあのタクシーの運転手ともう真逆だった。日本でもいろんな人いるですよねと思った。まあ当たり前のことなんだけどね、あのちょっとなんか一日ですごくあの実感した。でそのおかげでもそのお兄ちゃんとなんか説明とかしてもらって、2日後にもうネットつなげてもらったし、もう全然ね、オーストラリアめっちゃ苦労したからね、ネット使えるようになるためにね。日本はなんか2日間でやってもらって、しかもめっちゃ安いよ。もう月4000ちょっとぐらいでなんかテレビ番組とかいろいろつくし、まあこれ日本に来てその数日間でちょっと感じたことなんだけど、まあ最低必要な家具とか買ってあるんだけど、これからはアマゾンであのマイリストでも作ってちょっとずつあの家具を集めていこうと思ってます。でそれで今週の土曜日の夜に9時に渋谷で路上ライブやるつもりです。で雨降っててもあの行くつもりです。雨降ってたら多分もう5分間ぐらいのパフォーマンスやって終わると思うんだけど、あの天気に関わらず、まあとりあえず天気はどうであろうと路上ライブするつもりです。それ土曜日の夜ね、今週の土曜日の夜、あの駅とちょっと離れたとこに、ちょっと離れたとこでやる。そしてその次の日の日曜日のお昼過ぎの1時に13時ね、代々木公園の場所まで決めてないけど、代々木公園のどっかでゴードはあのお昼ご飯するから、あの来れる人たち全然来て、あのゴードと挨拶っていうか遊んでもいいよあのこれなんかイベントとかそういうのじゃなくて、ただ日曜日のその時間にゴードはそこにいるよっていうことだけ。もうチカさんがやってるみたいなちゃんとしたなんか物ももらえるようなイベントとか期待したらちょっとがっかりすると思うんだけどあの代々木公園にいるだけね。それ2つの報告、今日の動画はこれだけです。どうもすいません、こんにちは、つかみゴールドです。でみんな明日ね。